大規模な地震で住宅が倒壊したことを想定した救助訓練が今日小松市で行われました。訓練かかれ。訓練は今年度中に取り壊しが決まっている小松市の市営住宅を活用し、南加賀の3つの消防本部が合同で行いました。今日は小松市で大地震が発生し、2階建ての住宅の1階部分が倒壊して住人3人が巻き込まれたという想定で行われ、消防隊員およそ20人が救助に当たりました。隊員たちは落ちてきた梁の下敷きになった人に向けて声をかけながら救助活動を行いました。余震発生中、隊員安全確保のため待機。また救助活動中に余震が発生し退避するなど、本番さながらの状況を再現していました。1時間後、建物の中にいた3人が助け出され、訓練は終了しました。やっぱり本当の地震を、今日の隊員は全員能登の方で経験してきてるんですけど、やっぱり訓練と本当の救助現場の差は埋めれないので、そこをいかにリアリティを出して訓練をするかということが難しかったです。